本日のゲストはグッバイアプリの皆さんです。おはようございます。おはようございます。そして今回からなんとスタジオ機器のね、機器のメンバーにブライアン新世界くんが、今回からね、仲間入りしました。よろしくお願いします。おはようございます。一瞬5人組バンドの並びがなんかあったなんかあったねグッバイアプリは一昨年の11月にも実は、うん、そうね、スタジオ機器に、ね、うん、遊びに来てくれてるんですけど、うん、もう一回アンコールをさせてほしいっていうことで、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、二つ返事でね、今回出てくれて、はい、っていうのもなんとグッバイアプリさんメジャーデビューをしたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。超すごいです。本当にすごいよね。ありがとうございます。でね、これがね、そのデビューシングルになるようなんですけれども、はい、そうなんですよ。そうなんですよ。4月5日にね、その曲を、はい、配信にしました。ブランニューメモリー、はい、曲でこれから突っ走っていくというね、ことで、なんとね、今回それをやってくれたんですよね。はい、はい、ライブはね、そのワンマンがね、うん、あったんで、多分お披露目してるという噂を聞いていて、しかも、うん、ブラス呼んだんですよね。そう、ブラスセクションが参加してくれたりして、はいはいはい、まあ、ちょっと豪華な演奏で、うん、あのレコーディングもこの曲にそのブラスが入ってって、うんうん、まあ、それをちょっとこうライブで再現するっていう形で、うん、まだ1回しかやってないから、ライブで。そうなんだ。撮影日時点では、そういうことは、この撮影日が2回目の演奏だった。そう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 、ニヤニヤ、うらすくだってね、これからね、毎回きっとね、そうだね、ライブでやってく曲、大事な曲じゃないですか。そうですね。レーベルさん、よくOK してくれたなっていうところになっちゃっていや、なんかこれをぜひやってくれっていう、うん、もうあのオファーというか、うん、声もいただいたぐらいだったんで、うん、あ、じゃあこの曲やりましょう、うん、ありがてえ、ありがてえ、いや、もう、うん、でもね、ありがてえ、いやいやいや、ありがてえ、僕らとしてもめちゃくちゃありがたいです。いや、本当に、まあ、出したばっかなんで、うん、ぜひ、うん、しかも今回からドラムが、そうだね。そう。そう。一昨年は多分 SPD を通勤くんに叩いてもらって、普通に行ったよ。全力で大だよ。大丈夫かなと思ってさ。そう。でもね、アベンズの皆さんのやつを僕見た、拝見してて、はいはい、結構もう、うん、フルパワーというか、あれうるさかったっす。うるさかったっす。本当にうるさかった。それを見て、あ、僕らも、あ、じゃあドラムでやれるなって。ありがたいです、はい、また。いやいやいや、こちらこそ。ありがとうございます。ありがとうございます、本当。BS さん、うん、BS さんとはレーベルメイトだった。そうだね、そうずっとね、ずっとね、うん、でレーベルメイトでやってきて、うん、まあ今もその、ね、も同じチームでこう動いてるところもある。そうか、そうか、うん、で、なんかこう新しいこう仲間が欲しいなってすごいずっと思って、うん、で、グッバイ呼ぶときに BS さんを、ね、召喚したりとね、それこそあのキキというか、うんうんうん、ツキちゃんとかコウキ君と僕知り合ったのもブラさんを最初愛してというか ね、ブラさんが繋いでくれたご縁もあるんで、あ、一番最初、そうそうそう、うん、ちなみにあの、ね、うん、恋が始まるをやりたいみたいなすぐにこう、うん、ね、そうだね、結構すぐに出たけど、あ、なんかあの曲を聴いた時にちょっとこうトランシーな感じというか四つ打ちな、はいはい、ちょっとこうなんて言うんだろう、クラシナ君の中にもしかしたらチャラさを秘めてるあるのではないかみたいなものをなんか引き出したら新しい一面になるかなっていうところで、ちょっとそのでもなんか品は保ちつつも、うん、あの、まあ、洗練されてるけどちょっとこうビートがだいぶこうハードトランスとかっぽいのを入れちゃうっていうののこう声を聞いてみたいなと思って、あー、なるほど、興味があって、でも前からイメージがちょっとあったから、そうなんだ、ちょうど、うん、その曲でそれでちょっと選ばさせていただいたっていう感じ。ありがたいわ、うん、もう立候補っていうかね、うん、立候補制で曲決めていただけるとありがたいですよ。ありがたいしかもやっぱ僕らからしてもなんかそのトランシーな感じは確かに自分たちでやったことなかったけど、うん、あのまあ BPM とかその曲の雰囲気とか、うん、そんなにこう僕も変わらずに歌える感じだった、うん、最初からこう、なんていうか
馴染みが、うん、すんなり馴染んでて、ああそれは良かった、うん、すごい、うん、ね、ナイスナイスな、ね、ナイスな、ね、子供3人だったから、うん、そうね、そういうサングラスがね、そう、そういうブラザーズみたいな感じで、ブラザーズまた会いたいよ、あの3人なんかグラさんブラザーズだいぶやってほしいよ、なんか2部制にしてもらって、うん、なるほど、深夜公演は深夜公演は確かに、確かにみんなちょい飲みしといて確かに、もうね、泥酔しながらやるなんか名前も変えてほしい、なんか変えてほしいよね、あなるほど、そうそう、それぞれ別の名前をつけて、的ななんか名前でブライアンブラザーズハイゲインハイゲインハイゲインすごいハイゲインなんかハイゲインやだなやだなハイゲインやだなそういうことみたいな、いや面白かったですよ、いやすごいね、素敵な、ああ、えらいよかった、ね、うん、楽しかったです、うん、でもう一曲は、あのこちらもね、立候補で曲をね、ちょっとさせていただいて、冗談っていう部分をね、はい、演奏したんですけど、この曲ね、ボーカルをね、ここでそう撮ってて、スタジオに、うん、そう、アルバムのね、あの、うん、音源が、うん、そう、ここで撮ってて、そうなんですよ、すごいストーリーがで、なんでこのいい曲はっていうふうにずっと思ってて、うん、ずるいな、ずるいなってずっと思って、こんな曲がずるいそうずるい歌えていいな、私も歌いたい、歌いたいなみたいなあわよくばあわよくばリハでちょっと歌ってたもんね俺の声的な感じで顔を出してそうそうそうほんまこれでいいんじゃないダメダメダメですあれは逆に四つ打ちっぽかったじゃん、うんうんうん、オリジナルの音源ははいはい、うんうん、ビートがねそうそう、うん、なんだけど お赤が赤がいる現場どうしてもちょっと今ね、うん、赤の方でもねちょっと気が取られちゃうやばい癒しを癒しを癒しをで、そうあれは四つ打ちだったから逆に違うテイストにしたらいいんじゃないかなって言って、うんうん、ちょっとこうドラムが疾走感出す感じで、うんったそれ以外は逆にあんまり変えてないっていうか、うんうん、ベースもそうだよ、ね、ギターも入ってる内容は、うんうん、でもなんかね鍵盤の和音の感じとかすごいなんかロマンチックだなと思って最初聞いた時に、うん、なんかちゃうかったよねやっぱ雰囲気がよりこうロマンチックな曲のなんかこう真ん中のそういうロマンチシズムみたいなのがすごくグッとこう前面に出た感じがしてすごいあいいなと嬉しかったっす。なんかあっちの方が原曲っぽくなかったっす、ね。あ、そんな気がしますよね。なんかそう、うんうん。なるほどね。なんかオリジナルバージョンもさ、なんかちょっと UK ガラージ風のリズムというか、うんうん、ちょっとスタイックな感じです、ね。そう、グッバイエプリルとしてはなんかリミックスっぽい。うん、あ、そうなんです、ね。うん、あ、確かに。打ち込みがね、うん、結構低い、ね。ちょっとなんか参照元がさ違うというか、うん、今までは結構日本のポップクラシックみたいなところを、うん。うんうんがスタート地点だったじゃないですか、うん、そうですねなんかそれとは別のなんかアプローチでうん、うん、本当にそう思うなんかそう水木ぶちゃんバージョンの方がなんかオリジナルっぽいあでも本当そうですね分かるの確かに確かにいやあの曲アレンジを3回ぐらい変えてて実は、うん、あそうなんだ最初すごいシンプルなデモを僕作ってたんですよ、うん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 どっちかっていうとそれにちょっと近い雰囲気があるっていうか、うんうん、本当にそ の, のそう今のそのカノさんが言ってくださったことの感じ、本当にあのオリジナルっぽいっていう原型に近い感じちょっとじゃあこれこのバージョンでぜひ逆カバーしてもらって逆カバーって入り組むな入り組む先出たやつにいつの間にかリミックスでついてるこれ逆転してるからあっちがリミックスだったから面白い面白かったっすいや、うん、なんか結構長丁場だったから大丈夫かなってモネが見てたら、うん、なんかツナ缶ツナ缶なんかこっそり食べてる人が、はいね、私が組んだドラムのフロアタムが逆あの上下逆だっただから直しとくねとか言って直してくれたりなんかすごいこう器大きい人たちの器大きい人たちいやいや自由にないそうですそうね普通だよ普通普通だよそれは普通としてますそう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 楽しいと思うけど、ね、そうそうそう楽しいかなそうそうありがてありがてーありがてーそれ言ってますよありがてありがていやいや今回復帰初なんですよあそっかあそうだねそっかそっかお腹の状態が良くなってて違う感じそうすごいすごい楽しみにしてたから
うまくいくといいなと思って、いやいや機材を買ったり、いや本当ありがとうね、本当にして、はい、いや本当生ドラムがないとできなかったかもしれないね、ブランニューメモリー。いやそうだ、あそうなんですよ ね、 そうだね、レクバージョンみたいな演奏になっちゃうと思うから、うんうん、確かにそうですね、リリースが、うん、そうそう、ちなみにこの作成制作の秘話とかって聞けたりするんですか？もうあの林哲司さんとその、うん、シティポップの巨匠の林さんプロデュースで、うん、作曲も林さんなんですよ実は本当に。まさかの。そう。初めてじゃないそういうことを。初めてやったことなくて、うん、そうそう、自分たちの曲じゃない曲っていうのはやったことなかったんで、うん、えなんかこうこういう感じがいいとかは言ったんですか？楽曲の大きな方向性は、うん、なんとなくソウルミュージックやりたいっていう話は最初にしてて、あと明るい曲がしたいみたいな、明るい曲、そういうのも言ってます、そうなんか世の中が暗いからみたいな、明るい曲したいって話をして、うん、なんか林さんもそう思うよって言ってくれて、うん、嬉しそうやって、コタクはグズグズしてたみたいな、グズグズってしてたでそのまあなんかデビュー曲じゃあ決めようって言って、自分たちももちろん曲書いてって、うん、でも純粋にその中でなんか一番今自分たちやりたいやつを選ぶっていうことで林さんが書いてくれた曲を選んだっていう感じなんで、なんかその方があのしかも新しいチャレンジだったから、なんか毎回新しいチャレンジをしたいっていう意味で言うと、そのデビュー曲だからどうこうというよりはやったことないチャレンジをやる、かつその次の自分たちのまあフェーズとして一番いいものを選んだ結果林さんの曲になる。おしかも別になんか誰でもいいわけじゃなくて、林さんのファンだったからこそ、なんかいいっていうか、なんか有名な作曲家さんだったら誰でもいいとかじゃなくて、まあ好きだったから、林さんの書いてくれた曲だったらもう万々歳だからみたいな感じ。じゃあ逆にそれをこうもらってプレイするして自分たちに落とし込む作業があるわけじゃん。そうだね。どんなアレンジだっただろうと。それは全然大丈夫、まあ、最初叩きをもう僕らで作って、もうがっつりこう提示して、もう結構それを林さんにも気に入っていただいて、そこからディスカッション重ねてブラッシュアップしていった。でもなんか最初から自分の曲のように歌えるなと思ってたから、それがすごいあの光栄というか、そんなことあるんだなと思ったり。でもミラクル起こったってことだよね、それが。まあそうだ、本当にだし、それだけ好きだったんだなっていう、その林さんの曲が、あそうだ、ね、影響を受けてきてる、から違和感なく自分たちのものにできたっていう、アレンジも本当になんか林さんと5人で一緒に作ったっていう感じだから、スタジオ入ってってことか、あの作業部屋に行ってディスカッションして一緒に林さんと一緒に作りましたっていう感じが、デュ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 が、しかし林さんの曲縛りでカラオケに友達と行くみたいなことしてたオタクだったから、マジでなんか本物だみたいなドゥフドゥフみたいなでもなんかドゥフドゥフ出してたら作業進まないから、食ってこられて、そうですねそうですねとか言いながら、でもなんかドゥフドゥフみたいなずっとドゥフってただからじゃあ今ドゥフドゥフしてるんだ、思い出しちゃって、なんかあの頃楽しかったなみたいなあの頃は一緒にアレンジとかしてレコーディングにも来てくれて、でなんかすごい優しくて、もっと好きになっちゃったなみたいなこと今思い出して、なんか思い出しドゥフってしちゃった大丈夫ですか、キキのトーク動画なんですけどでもドゥフドゥフしちゃうんだよねやっぱ、そういう確かに、思い出の一曲です、そうですね、大満足のじゃあデビューを、いやそうだね、華々しく、飾れたっていうことで、そうですね、今後ね、いろんな多分ね、新しい活動っていうかさ、今までできなかったようなことももしかしたらこうね、できちゃったりするかもしれないですけど、そうですね、いいな、ねもちろんね、そのそうやって新しいこうトライをたくさんするために、まあミシャを選んだところもあるから、まあ、それをそれにトライしながらも、まあなんていうか本質的には全く変わらないと思う、まあもうだいぶ12年もやってきて、もういい年なんで、あんまりこうこっからなんていうかわーって方向転換とかっていうよりは、やっぱこれまで自分たちで積み上げてきたものを大事にしながら、まあ、新しいトライをどんどんしていこうっていうことなんで、本質的には変わらないけど、
まあ、いろいろやってみたいですね。うん、ライブで行ったことないってことがいっぱいあるので、うん、そうだよね、うん、そんなやりたいですね。一個一個じゃ、うん、始まっちゃうんですね。始まっちゃいたいですね。ちなみにこう直近でのお知らせとか何かこう、ライブも前たくさんやる予定なんですけど、はいはい、あの5月ちょうどこの動画が多分公開されてるあたりに、うん、あのこのブランニューメモリーが入った7インチがリリースになるので、でその B 面にはあのオメガト杉山清貴&オメガトライブのトランジットインサマーっていう、うんまあ、林さんが作った曲なんですけど、うんうん、大好きな曲をカバーして収録してる、まあ、7インチが出るんで、ちょっとそのブランニューメモリーなんかこう今林さんと作った曲と、うん、80年代当時林さんが作った曲を我々がカバーしたものっていうのが共存した7インチなんで、うん、ちょっとそこが重いまだ出ない長いな出ちゃった声今びっくりした自分も声に出ないとぜひそれをチェックしていただけると、うん、今後もねちょっとこの動画もねたくさん見てはい、もらえるように嬉しいし頑張りますんで、いやいやこちらこそ頑張ります。今後とも今後とも、ね、ハイゲインのね活動にすごいハイゲインね、ハイゲイン名前が確定してハイゲイン確定しちゃったんですよ。でもやばい、いそうだよねハイゲイン、ハイゲイン、ハイゲイン常になんかチャラいチャラいチャラいチャラくていい、なんかハイゲインとなんかミッドブーストとミッドブーストとなんかロー、なんかローパスとかローパスで3人とかあの選んでもらってそれを芸名にしてなんかあのウィント名も1個決めてあそれぞれ1人ずつあのそうハイゲインハイゲインその芸名がハイゲインローパスローパスミッドブーストミッドブーストで3人揃ってなんちゃらみたいなあのどれがいいかな、すごいトリオミッドブーストがいいな、ミッドブーストがいいな、ミッドブーストローパス？ローパスか。声がね。声が。ハイゲイン。そうなんだ。俺が自動的に。ハイゲイン。ハイゲイン自動的に。人間的には全くハイゲインじゃない。やばい。ボーカルのハイゲインですね。いいや。いいな。やだね。やってほしいな。人格から変えていかないといけないですね。確かに。MC とかさ、ハイゲインはどう思うとかさ。ハイゲインはどう思う。何の話でしたっけ。ハイゲインを掘り下げすぎちゃう。まあね、いろんなね活動もね。いろんな活動ね。あのご期待ということで、はい、ご応援してます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで大丈夫ですか。はい。はい、スタジオ聞く今回のゲストはグッバイエピルリの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。